マゴ、貴様、どこ行った？おい、どうした？いねえのか？おーい、マン、どこにいるんだ？マン！ん？センダー、探してんのはこのゴミか？マゴ、もしかしたらと思って待ってたら、本当に戻ってくるとはな。てめえもバカな野郎だな、あ？ぶっ殺してやるぜ、てめえ！待て、チン。この便所節は俺が踏み潰してやる。てめえは昨日の。お前はマンを病院に連れて行け。マンじゃねえよ、マコだ。てめえも死にてえらしいな、金髪野郎。言っとくけどな、俺はものすごく強えぞ。な、待ってくれ。俺から逃げられるとでも。ああ、どうした、ああ。おい、なんだよ、うじゃうじゃいんぞ。先に言えよ、こういうことは。心配すんな、俺も行くからよ。アホ、誰がそんなこと言った。てめえはそいつを病院に連れてけって言ったろ。ほれ、俺のバイクのキー。おめえのじゃねえだろうな。いきなりいっぱい行くからよ、ちょっとびっくりしただけだよ。ま、俺に任しとけ。おや、またしたな、便所虫ども。遠慮しねえでまとめてかかってこいや。手を止め、こんなきゃ殺したる。待てくれ、待てくれ、死を逃がすな。やめやがって。苦しいぞ、ぶっ殺すぞ。春道とか言ったな、その野郎。俺が思うに、その男は相当強えぜ。いいだろう、俺がぶっ殺してやるぜ。なんで俺があいつらを見舞わなくちゃいけねえんだ、このバカ。なんでって、二人とも大怪我らしいっすよ。心配でしょうが。心配じゃない。とってもいいとこなんて嘘こきやがって、この野郎。あ、やめろって。あの三人に力を貸すって言ったじゃないですか。だったら最後まで責任持って。あら、そうっすか、203号室ですか。お見舞いですか。ええ、あの二人は僕の親友でしてね、心配でいても立ってもいられず学校をサボってきてしまったんですよ。その気持ちわかりますわ。友達思いなんですよね、僕って。本庄さん。安田、坊や。どうですか、二人の具合は。ああ、今眠ったところさ、二人とも派手にやられてるよ。特にヒロミは頭七針に骨も二三箇所ひびが入ってるらしいぜ。お前らも気をつけた方がいいぜ。そうだよな、俺たちもしばらく学校行かねえ方がいいな。春道くん、俺たちもしばらく。ああ、この金髪ですか。実は僕ハーフなんですよ。面白い人。早いとこずらかんねえとやばいっすよ、春道くん。うるせえな、バンドたちの手が回っちゃいますよ。いいからお前だけ先に帰ってろ。そういうわけにはいかないっすよ。本庄さんだって言ってたじゃないっすか、しばらくは身を隠した方がいいって。あいつが逃げ回ってるとでも思ってんのか。え、あいつは逃げ回ってんじゃなくて付け狙ってんだよ、坂東って野郎よ。まさかあの目つきはそういう目つきさ、下手すら殺しかねねえって感じだな。どっちにしろあいつは一人で危ねえ橋を渡ろうとしてんだ。だったら
あいつより先に俺が蹴りつけちまうしかねえじゃねえか。それじゃあ、あんた、本庄さんのために。別にそんなんじゃねえよ。俺は水泳が嫌いでな。だから乗りかかった船を途中で降りられねえだけさ。じっと見つめんな、アホ。俺が開いたんじゃ、帰って足止まっといっすよね。ああ、さっさと帰れ。じゃあ俺、今のことをひろみさんや誠さんに話してきます。アホ、そんなこと言わんでいい。あの人たちもきっと喜びますよ。バカ野郎、こう見えても俺はテレ屋さんなんだぞ。そういうのは苦手なんだ。いや、俺反省してるんすよ。俺あんたのことを誤解してたっすよ。な、あんた本当は優しい。やつ、後ろだ。うわっく、やつ、しっかりしろ。生きてんのか、生きてんのかよ、ヤス。生きてる、生きてるっす。坂東秀人だ。てめえが坊や春道か。この野郎、おめえをぶっ殺すためにわざわざこっちから出向いてきてやったぜ。いいか、ヤス、今病院に連れてってやっからな。それまでの辛抱だ。何が何でも俺にしがみついて離れんじゃねえぞ。はい。怪我治ったら減量しろよ。やれ、この野郎をぶち殺せ。あれ、やれ、やれ、出分け。おい、ヤツをやったのはてめえだな。それは覚えとくかもな。ダメだ。何やってんだバカ野郎。おい、休んじゃねえぞ。時おめえらから逃げられると思ってんのか、このクソガキ。本庄にもそう言っとけ。今度はこっちから会いに行くからよ。楽しみに待ってんだな、クソガキ。バンド、あの男は何が何でも潰さなきゃいけねえぞ。何が何でもな。